次に特別職の報酬等改定について伺います。答申の 1.42% は上げすぎではないかという観点からの質問になります。まず市長の給料改定についてですが、資料をお配りしております。一番下の平成26年、27年、28年、29年のところですが、左から長野県人事委員会勧告と長野市の一般職の給料の改定率は一致しています。でこの間の累積の改定率が 1.15、 この間の長野県特別職等報酬審議会の答申 1.15、 県知事や県議会ですね。つまり知事や県議会議員、そして県の職員、市の職員はこの間 1.15% の改定率なのですが、長野市特別職等報酬審議会の答申が見込まれているのは 1.42 です。長野市の特別職だけ突出しています。その理由は何であったのか、まず伺います。また、部下よりも超える給与改定率が答申される見込みに市長はどのような思いか伺います。お答えいたします。はじめに今回長野市特別職報酬等審議会におきましては、県知事の給料等の改定率を 1.15% を上回る 1.42% する方向性が示されておりますが、その理由といたしまして、中核市との比較の中で、市長の月額給与額が平成29年4月1日現在で、中核市のほぼ中位であり、中核市全体の平均額との差も大きくないことから、平均額を目指すのが一番妥当であるとの意見が大勢を占めたと聞き及んでおります。答申に対する私の思いや所感につきまして、申し上げることは、答申をお受けしてから申し上げたいということでございます。そんなことを含めまして、私が思いを申し上げることはですね、審議に影響を与えてはいけませんので、これまでの発言は控えさせていただきたいというふうに思っております。理由については中核市や合併のことを言ってもいると思うんですが、そのことについて伺います。お答えします。平成17年、22年と、合併の経過も踏まえ、地域的な面積が大きくなっていると、そういった点も含めて、という検討の過程でそういう意見も出ておりました。平成11年中核市への移行、それも含めて、事務量が増えていると、そういう部分も考慮してというご意見でございました。はい、中核市になったの平成11年でこの間何度も特別報酬の答申が得られています。そこに反映されているはずです。また合併についても平成22年これまでの答申に盛り込まれていると見るべきだと指摘させていただきます。さらに、先ほどの資料に立ち返りまして、その一番右の列ですね、長野市特別職等報酬審議会の見込みですが、平成20年、平成25年とも据え置きとなっています。この間、県の特別職はそれぞれマイナス 5.0%、マイナス 0.3% の引き下げです。県が引き下げている間、長野市は据え置いているわけですから、この間は、県の改定率よりも高水準で推移したということも言えると思います。議員報酬についてに移りますが、議員報酬についてもまた 1.42% の改定率が答申される模様ですが、本市市議会審議会が 1.15% を超える答申とする理由は何か伺います。審議会の審議の中で、議員報酬につきましては、昨今の議員なり手不足の問題や、平成23年の議員年金制度が廃止されたことに鑑み、市長の給料の改定率と同じく 1.42% の引き上げが妥当であろうとの方向性が示されたものでございます。さて、その今の答弁にあったなり手不足なんですが、報酬等審議会の第1回会議では市から委員に対し本議会議長の見解を伝えております。それはどのような内容でしたでしょうか。お答えいたします。議員報酬につきまして、審議をする中で事務局からは以前議長と交わした話として、議員なり手不足という面もあるが、世間一般の議論として報酬を上げてでも議員を確保しなければいけないというところまでは進んでいないという感想を持っているとの発言を
紹介させていただいたものでございます。報酬を上げてでも対応しなければならない水準ではないという議長のお答えの趣旨は全く思いを同一にするものであり、また議会の大方のコンセンサスの水準でもあろうかなと思います。ごもっともなお話です。さて、昨年に引き続き、本年、それから本議会からはですね、不名誉な理由による辞職書が相次いでおります。飲酒運転、それから器物損壊等ですね、こういった不名誉な事象について、審議会ではこれらをどのように考慮したのか伺います。審議会の審議におきまして、委員がおっしゃいました本件に係る部分についての委員からの発言はございませんでした。従いまして審議会において本件は考慮されていないものというふうに認識はしております。市民感情を考慮した場合にですね、一般職を超えた 1.15% を超えた 1.42% でいいのか反省しているのかという声が上がることを私は憂慮します。さて、改定の影響についてですが、今回、答申方針通りの 1.42% への改定、および退職金の改定があったとして、今後の予算執行額にはどの程度の上積みが必要なのか、また同様に改定率 1.15% とした場合と、1.42% とした場合の乖離の額はいかがでしょうか。お答えいたします。改定率を 1.42% とした場合の特別職、それぞれの給料等の任期4年間、ただし教育長だけ3年間でございますので、その1期分の差額につきましては、合計で2543万3334円となる見込みでございます。改定率 1.15% で同様に算出した場合の現行額との差額合計は1934万700円でございますので、改定率 1.42% と 1.15% の差額合計では609万2634円の差が生じることとなります。今回の答申次第によってですね、市民生活への影響、あるいは今後の持続可能な財政経営に対しまして、それなりの影響が出るということでございます。1.42% は上げすぎではないでしょうか。根拠がいかにも薄弱であります。それ税金でしょということですよね。で、県知事よりも高い改定率の傾向にも、今回でストップをかける必要があると存じます。答申を精査していただき、市民理解が得られる、条例案を議会に提出していただきたいと考えますが、この点について再質問いたします。お答えします。ご指摘の点は、受け止めさせていただきまして、いずれにしましても、現在、まだ答申が出ておりません。まとめている段階ですので、また、答申の内容を受け止めて、また市としても、判断をしていくという作業が残っていると思っている状況ではございます。